こちらになります。はい、今すぐ手続きを。頑張るぞ。みんな頑張ってきてるみたいだ。なんとしても祈り場を守り抜いてくれ。これならいけます。合わせて。任せて。任せて。いいぞ、ありがとう。これぐらいお手の物よ。手休みってところか。まだまだ気を抜くなよ。早速お出ましだな。近寄られねえよ。向かい合って。みんなついてきて。続いて。合わせるよ。私が決めよう。さすが団長。ありがとう、リオちゃん。本気で行くから。オッケー。一撃で。みんな、うまくいったな。ここらで一休みできそうかな。敵のお出ましだ。迎え撃とうぜ。ここだ。やるぞ。ここらで一休みできそうかな。敵がまだいるみてえだな。気を抜くなよ。それならやばいぜ。アイス。この一撃逃がさない。
に攻撃されちまってる。みんな今がチャンスだよ。私の踏ん張りだ。みんな頑張ってくれ。こんな感じかな。こりゃ追撃お願い。了解だ。逃がった。やっぱ手合いだから。いい調子。対抗する。あとを頼む。やられます。みんな気を抜くなよ。オッケー。あとを任せて。なんとか守りきれたな。まだまだ強くならなきゃ。こんなもんだぜ。依頼をご覧になりますか。こちらになります。この依頼を受けますか。みんなついてく。
ああ、次は合わせてみてるわ。いつでも力を貸そう。注文はどれを強化するんだ。姫と力を解放する。会心の出来だ。任せておけ。任せておけ。成功だ。
任せておけ。手入れを怠るなよ。それでどうもです。はい、はい、今すぐ手続きを。ご無事で。これでもっと戦えるわね。魔力を練り上げやすくっと。
さてと、よし。そろそろ出航しましょうか。僕はいつでも行けますが。準備完了です。では行きましょう。言っていただけましたか。最新式のエーテル砲なんですよ。仕業か。こんな物騒なもんブランサイファーには。おほん、これはですね、とある商人に実用試験を頼まれていたものなんですが、フラグシップモデルの最新式でして、内部機構にエーテリアルメカニクスを採用し、この比較で射程命中精度、発射速度が。ローランさんってああいうのが趣味なわけね。
ところで団長、ルリアとの命のリンクは無事だろうか。多分大丈夫です。だよな。ってことはつまり。そうね、逆に考えれば団長さんが無事ならルリアちゃんも無事ってことじゃないかしら。うん。ルリアをなんとかの巫女とか言ってたな。傷つけるようなことはしねえんだろうよ。マジか、そいつはすげえな。そうでしょう、そうでしょう。そっちの話はまとまった？ああ、このエーテル砲ってやつがとにかくすげえんだと。やれやれ、ローラン殿にうまく乗せられているような気もするが。さあ、目指すはロンターニュ島、標的は教団の機関アムルタート。ルリアちゃんを救い出しましょう。おい、ベニアの兄ちゃんが資金のかよ。ローランですから、名前。うん、風向きはよし、いい流れに乗れてる。全速で追いかけるぞ。ルリアを救世の巫女と呼び、私たちの元から連れ去っていったアビア教団。教団の目的は一体何なのか、この空域で何が起きようとしているのか。不可解なバハムートとフラカーンの暴走、これも何か関係があるのかもしれない。私たちはローランさんの情報をもとに、教団が向かったというロンターニュ島へと舵を取った。よし、追いついたぜ。速さならグランサイファーが上だ。全ては救済のため。怖い。
ゲト迎撃するぞ。抵抗ワイト油断するな。やったな。おととい来やがれってんだ。待て、この音は嘘。何あれ。武装しているとは聞いていたが、一教団がここまでのもの。まずい、撃ってきました。おいおい、このまま撃たれっぱなしじゃやべえぞ。皆さん、エーテル砲を。それを使って応戦してください。撃撃、こりゃすげえぜ。どんどん行け。もう、手応えも逃げそうだ。体当たりしようってのか。ローラン、間に合いません。もらった。分子を捕らえる。ここまで交戦できとは。教団は一体何者なんだ。さっきの衝撃でエーテル砲がダウンしました。ここは発兵戦で迎撃を。やるのか。いけいけ。侵入されたぞ。ドロイタバルサム展開。各艦迎撃せよ。皆さん、まずは一機壊したぞ。何か砲が狙われている。集大成よ。覚悟しろ。これ以上侵入を許すな。取り囲め。リズム締め。力ずくで捕らえろ。あの丸っこいの逆に利用できねえか。このままでは船体が引き裂かれかねない。アンカーを直接破壊できませんか。どうするしかなさそうね。急ぎましょう。アンカーが破壊されたのか。戦術アンカー脱落。3番艦に造影要請。さすがです。ボーズなんてやつらだ。打覚失敗。繰り返す。打覚失敗。やりましたね。皆さんお見事です。グランサイファーはまだ飛べそうなのか。はい、素晴らしい船をお持ちで羨ましい。さあ、このまま一気に追い上げましょう。はっやっはっやっ、船が雲に突っ込んでいくよ。このまま後を追います。視界が悪くなるのでご注意を。ここまで来たら手加減はできねえぜ。
やっちまえ。立て、それ。これでどうだ。やっちまえ。アリシリカ、大破です。安心して戦って。十字の方向。ライカ強襲してきます。冗談かし。みんな、衝撃に備えてちょうだい。皆さん気をつけて乗り込んできますよ。アビアにあだなす者め。このままではお互い道連れで墜落してしまいます。なんとか引き離さないと。また私たちが乗り込んで戦艦を壊してくれるわ。それしかなさそうです。お願いします。任せとけって。墜落なんてごめんだからな。流れを変えねば。今よ、一気に行くわよ。どいつもこいつもチョコ材な。これはなかなか。インフィニットワンダーだ。じゃあこれでどうだ。今まで止めしろと言ったらせ。テトリは何をしている。新しいのが出てくる。これでクライサイバーから離れてくれよ。リリス様、この空に救いを。敵艦が健在なままだ。何か手はないものか。仕方ねえ。血と強引だが船を寄せて直接叩くしかなさそうだ。多少の無茶はしょうがねえ。ローラ頼めるか。了解しました。では行きますよ。先ほどと同じように船尾の制御装置の破壊を。その後、速やかに離脱してください。よっしゃ、やるっきゃねえぜ。あまり時間の猶予はない。戦艦の制御装置を叩くぞ。冷静に行く。ライトボール。しびれちゃう。旗を持って遠くから狙われてるぞ。乗り込んできたぞ。増援を呼べ。6番艦の敵討ちだ。まだ奴らを拘束できないのか。力が湧いてきた。こっちこっち。エーテル軌道に異なりまして、手動操舵へ切り替えを推奨。コントロールユニットの異常を検知。エーテル軌道に不具合の可能性あり。ヤツら、まさか艦を落とすつもりか。敵はまたが効くだろう。鍵を落とせる。これ以上の損害を出すわけにはいかんぞ。どこにいるの。時はない。グランサイファーに戻ってください。脱出だ、急げ。皆さん、早くグランサイファーへ。走れ走れ。ふい、危機一髪って感じだったな。惚れ惚れする戦いぶりですよ。さすがは歴戦の貴空士。足りめえだ。コンクレお茶の子さいさいだぜ。よし、このまま突っ込むぞ。みんな備えてくれ。
何者だ。俺の中、俺はガランツァ、最強の白狼兵団を率いる最強の男。やろう、クランサイファーに何しやがる。細かいことをごちゃごちゃと。さあ、そんなことよ、試合をしようぜ。楽しませてくれよな。なんだこの野郎、もう少しだけ邪魔すんな。俺の体をここまで困らせたのはお前らが初めてだ。答えろ、お前たちの目的は何だ。なぜルリアをさらった。目的、俺はツエードとやり合うのが生きがい。今日は久々に楽しめそうだ。会話になってね。こういう輩は苦手だぜ。安心。じゃあパラッペッタオス守ってみせる。無駄だ。難しすぎだよ。その場でガードした方が安全か。カウシャ無接走。ありがとうよ。こいつを使っても良さそうだな。槍が研究した。奥義山嵐。ガチャ。さてそろそろ、ちょっと休憩を。休憩終わり。さあもっと楽しもうぜ。消耗しているはずだ。まるでそこが見えないか。まだまだ。マジで楽しくてしょうがねえみたいな。なんか話しきれない。まあ、ようやく調子出てきたってことね。調子。神明を落とす価値がある。もう十分お楽しみいただけたのではなくて。新手か。久方ぶりの大勝負だ。見逃せ。あら、ずいぶんとおつむがお花畑ですこと。これだけの損害を招いておいて、リリス様にどう釈明されるおつもり。はい、分かった。帰還するとしよう。お前ら次に相まみえしとき、試合の続きを楽しもうぞ。フソ
茶かよ。おい、さっきの姉ちゃんもいなくなってるぞ。あの身のこなし、彼女もただものではないもん。ローランドの赤い船は？問題ありません。読み通りです。彼らは連邦ネジュリスを目指して。おっと、おいっと、船へのダメージがでかすぎる。まずいな、これ。くそ、直したばっかだってのによ。苦労かけるな、グランサイファー。いただき。あら、はい、よし。よし、ふぶいてきそうだな。だがこのまま追跡するぞ。私たちが追う赤い船は粉雪に身を隠すようにしながら目的地へと向かっていた。ロンターニュ島、連なる白銀の山々はその凍りついた世界で訪れる者に試練を与える。島に近づくほど空は白に染まり、打ちつける吹雪がグランサイファーの傷をえぐっていく。それは私たちの来訪を拒んでいるかのようだった。この嵐の中じゃ船が持たねえ。け、あの断崖につける。ちっとばかし揺れるぞ。ローランさん、ちょっといいかしら。吹雪が起こる前、遠くの空に光が見えたわ。テンペールの時と同じような、ね、あれは
やっぱり。はい、おそらく間違いありません。教団が向かった祭壇はそのあたりでしょう。そうなるとまた青少女が暴走させられてしまうのかしらね。だとしてもルリアが待っている。二の足を踏んでいる時間はない。ちょっと待ってくれ、グランサイファーがもう限界だ。また修理しねえと厳しいぜ。こりゃ、それにこの吹雪、今は収まるのを待つしかなさそうだ。歩いていこう。こんな天気の山岡、さすがに危険すぎないか。いえ、意外と悪くない選択かもしれません。この先に進んでいくと古い聖堂があります。そこで仲間と落ち合う予定なんですよ。彼女に案内してもらえばこの天候でも祭壇へ向かうことが可能になるかと。そんじゃ頼るしかなさそうだ。急ごうぜ。道中きっと魔物も出ると思いますが、テンペールを救った君たちなら問題ないでしょう。しかしグランサイファーを置いていくわけには。それなら僕にお任せください。吹雪が晴れたらすぐに出せるようここに残って整理しておきますよ。いや、しかしだな、こう見えて僕便利屋ですから。船の修理は得意なんです。ぜひお願いします。ま、団長がそう言うなら。ラカムったら強がっちゃって、未だにグランサイファー離れできないんだから。バカ言うな、そういうんじゃねえよ。ローラン、グランサイファーのこと頼めるか。もちろんです。ラカム君の大切な相棒をきっと元気にしてみせます。それじゃあ凍えちゃわないうちに先へ進みましょう。早くルリアを助けなきゃ。水道があるのはこの先だよな。ちょっと寒いけど行こうぜ。崖から滑り落ちたら大変ね。何か足元に気をつけなきゃ。さて、道が氷で塞がってんな。壊して進めねえか。それにしてもすごい吹雪ね。はぐれないよう固まって進もう。何かな、いい感じ。この氷漬けの野郎は。ずいぶん賑やかになってきたじゃねえか。囲まれねえように注意しろよ。何に応えないかと。氷があるぞ。行くよ。すっかり照らして潰されんなよ。みんなついてきて。受け止めよ。本気で行くから。安心して戦って。こんな仕掛ける。私が行く。よっしゃ、全部やっつけたぜ。こんな吹雪の中で待ち合わせだなんて、相手の人は大丈夫なの？
か視界が開けねえな。気をつけて進もうぜ。なかなか。ロゴシよ、明かりがついてる道か。はっ、そこなら先に進めるかもな。よっよっ、いただき。お宝の匂いがするぜ。何かな。いい感じ。
かなか。皆さんくれぐれもお気をつけて。ごきげんよう。あなた方に支援はございませんが、リリス様に弓引くことはお勧めしませんわ。ごめん遊ばせ。お嬢、殺すなって命令だったんじゃ。あのガランツァ将軍と渡り合える相手、多少の足止めにしかならないでしょう。引き続き彼らを監視なさい。はさて、この山にとってあなた方は望まぬお客様。大自然の眼差しにお気づきになることはできまして。無事か？ったく、もう落とされんのは勘弁願いたいぜ。みんな、待ってちょうだい。地下まで通信が届かねえのか。そんじゃ早いとここいつを片付けて上に戻る道を探さねえとな。見せてやったぜ。そんじゃま、先に進ませてもらおうじゃねえか。まだまだ余裕あるみたいね。ねえ、教団の人たちってなんでルリアを連れてったのかな。
相談を束ねるイリスの目的、イスタルシアへ至るためと言っていたけれど、少なくとも彼女はルリアちゃんの持つ力に気づいているようだったわ。どんな理由があろうとも無理やり連れ去っていい道理などない。ルリアは必ず助け出す。そうだな。とにかく今はまず上へ戻る道を探さねえとな。待っていてくれ。
パラックス守ってる気合い入れてこ。隙ができたぞ、今のうちだ。アーマーブレイクソーラー任せたよ。やってやるわね。ヘルマする。みんな今がチャンスだよ。了解。いい調子、タップを出しちゃって。受け止めよ。前を行くよ。ダメージだ。手がみんなついてきて。戦術は一つではない。エンチャントレンズ本気出していい。大丈夫、楽しんだ方がいいね。すごい。
しないでくださいね。頑張ってください。私は負けてらんないの。インフィニットマンダー、やめて。みんなでタッ、受けてみなさい。被害は最高がピンチだ。まだ戦える。無理しないで。だってしないで。まだ私が全力でいきます。団長、任せてください。タッ、テンペストブレード、ひらめけプロミネンスフレア。ママ行くよ。上がりにだ。みんなでしょ。次に行こうか。みんなのおかげだよ。今さ、今でしょ。了解。このままなのね。見ろ、畳みかけるぞ。了解。はっ、上がり。はっ、中止だ。どこ見てるよ。戦術は一つ。逃さないよ。はっ、これで気合い入れてこ。防御を固めていこう。まだまだ。はっ、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 ありがとうございます。直しましょう。
ここ分かった。もう一度ついてきて。やる。ありがとうございます。なんの、ここからさらに行くぞ。全力で行きます。冷静に行く。うまくいったな。さあどんどん行くわよ。いい調子。気を抜くなよ。じゃあそろそろ本気だね。安心して戦って。行くした方がいいんじゃねえか。手を戻るしかないよ。いいちょ、もう一丁見せてやったぜ。そんじゃま、先に進ませてもらおうじゃねえか。
まだまだ余裕あるみたいね。ねえ、教団の人たちってなんでルリアを連れてったのかな。教団を束ねるリリスの目的はイスタルシアへ至るためと言っていたけれど、少なくとも彼女はルリアちゃんの持つ力に気づいているようだったわ。どんな理由があろうとも無理やり連れ去っていい道理などない。ルリアは必ず助け出す。そうだ、とにかく今はまず上へ戻る道を探さねえとな。待っていてくれ。どこに魔物が潜んでいるかわからないの。慌ててはできない。みんなついて、このまま聖堂に行こう。何かな。おお、よいしょ、いい感じ。うわ、また出やがった。今度は出せやるって。こっからよみんな。うん、分かってる。分かりました。承知した。いっちょって。それにしてもこの刺すような寒さ、ノースバスの量を思い出しま。ああ、カニ漁に行ったんだぞ。どうだったんだ、お味の方は。忘れらんねえ味だったぜ。
し。これならいける。これなら、ひらめいた。絶好調。いい感じ。よし。地上に出られそうだぜ。よそ見しない。これはなかなか。映像が見えた。急ごうぜ。
タクス、出よ。決勝で引用と終了。狙って。了解。任せろ。さすが団長。ありがとう、キヨちゃん。誰もいないな。なんだこのでっけえ扉は。待て、何の音だ。こいつら追ってきたのか。外の吹雪が強くなった。どうやら迎え撃つしかないみたいね。まだ気を抜くな。はい、うん、ですね。分かってる。もちろんよ。やっ、ケア、ヤッタヤリング。そこ、ダッハッ、狙って。さすがにこのままじゃジリヒンだ。なんとかしねえと。ヤッ、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 倒しても倒してもキリがねえ。かっこいい。ここだ。やっ、やっ、てやっ。今本心は。やっ、あっ、切り切る。はっ、一気に決めるわよ。了解。気合入れてこ。バランスで。何か守ってみせる。待っておったぞ、旅の気空団よ。我はイストリアス、マロース表層院の長である。ぶしつけで申し訳ないが、ローランド殿の仲間というのは貴殿のことだろうか。いかにも。この山にアビア教団が来なかったか。赤い船なんだが。祭壇のあるこの先へと降りていった。キャツラが踏み入ったせいで星神様が覚醒してしまったようだ。ここでも星神様。この先に聖少女がいるのは間違いないみたいね。空に荒れ狂う吹雪は星神様の怒りによるもの。我はそれを鎮めに参った。ねえ、私たち教団の人たちを追ってるの、一緒についてってもいい？この先に続く道は聖域、道中の扉は我の術でしか開かぬ。だがよそ者であるウヌラを乱れに立ち入らせるわけには。ルリアは私たちの大切な友達なの。一緒に行かせてお願い。うん、どうか力を貸してください。ほう、我に力を貸せと。ことの葉は力になるというが、口から吐ける度胸はあるようだ。なるほど、マナコに耐えぬ炎の意志を宿し、容易にならざる宿命を背負っておる。相分かった。好きにするがよい。
聖域ではあるが、魍魎どもがはびこる道でもある。ウヌラにも働いてもらうぞ。望むところだ。さあ先を急ごう。絶霊の座にいでまし星神よ、その隔たき御心のもと、隔絶の門を開き導きたまえ。何？とんでもない魔力。私も氷の魔法には覚えはあるが、これは尋常ではないな。術はなった。参ろうぞ。お願いね。よいしょ。これはなかなか。この先にあるはトルダーム宮、星神様のおわすところだ。なんかいよいよって感じだな。気合い入れていこうぜ。ここの扉も封印されているわ。我に任せ。絶霊の座にいでまし星神、その気高き御心のもと、隔絶の門を開き導き止まえ。歓迎されてんな。クソサニーっても息がいい連中だぜ。霊障が途切れれば陣はならぬ。ゆえに我は術式に集中する。魍魎どもの相手を頼めるか。承知した。イストリアス殿、守りは任せてもらおう。全力でいきます。そうしない。もらった。魍魎どもの狙いはイストリアスなのか。こりゃあの強大すぎる魔力に引き寄せられているのかしら。しかしここはイストリアスとの頼るほかはない。死するぞ。終わらせる。
我がマロースの名によるあれは水の精霊結晶化した姿はこの地に適応した結果レンジ新しい敵が来ました三振戦戦って油断すんなよは大した手だれのようだな。さっきの指令を詫びよう。もっと頼ってくれてもいいんだからね。うん。期待させてもらおう。大切な友を救わんとする思いか。何かな。いい感じ。独り言だ。
私に任せて。みんないい連携だったわ。任せてちょうだい。この調子。確かにな。決めちゃった。よく撃する。今の良かったじゃない。さあ次はマジで行くわよ。あとは任せて。みんなすごいな。まだまだこんなもんじゃないわよ。いつでも力を貸そう。続いて私が決めよう。やるよ。やるじゃない。ありがとう。だけではない。次は任せて。狙って。分かった。次はもっといけるはずよ。無論だとも。みんな言われなくても。時間切れってことなのか。吹雪が止んだ。胸騒ぎがする。急ごうか。なかなか。私の扉も頑丈そうだな。我が開こう。絶霊の座にいでまし星神よ。その気高き御心のもと、隔絶の門を開き、導き止まえ。身の魔物ではないな。みんなイストリアスを守って。
呼び出したぞ。手間をかけたな。さ、行くぞ。やっ。いよいよね。妙だな、静かすぎる。皆さん、くれぐれもお気をつけて。何かな。
いい調子だ。新しい力をお見せしよう。これなら良さそうだ。うん、なるほど、こうか。この先が祭壇だ。うん、道を示せ。お、あれはルリアじゃねえか。おーい、ルリア聞こえてねえのか。おーい、ルリア。一体何が。邪魔をするな。容赦はせん。ルリアは渡さん。どこだろルリア、目を覚ましてくれよ。果てろ。父の目を叩き捨てる。使えます。何やってんだルリア。魔法のやつに力を貸すなんて。答えてちょうだい。ルリアさんをどうするつもり。だんまり決め込むつもりかよ。ならば無駄だ。力ずくで行くまでだ。覚悟するがいい。まだまだ早く消しちゃった。くきとめ。あまりない。なんつうバカ力だ。あのガランチャといい、兄弟の連中はこんなんばっかなのか。あやつらアビア三将が一人いるか。甘いな。その実力は強弾。いや、この空域で随一と聞く。なるほど、道理でやるわけだ。しかし、それほどの男が通るアビア兄弟とは言った。教祖リリスの一人息子らしいが、詳しいことはわからぬが、兄弟に属する理由はそれだろう。親玉のせがれかよ。親孝行してんのは感心するが、物事の分別ってのがついてねえみちゃだな。ルリアの様子も普通ではない。ここは何としても。こっちだ。これで決める。なんだよ、来い。今か、時間チェイス。よし、いや、やっせえな、そいつ全く隙がねえ。その身に刻め。今だ、ルリア。はい。シックセよ、ヒョウムの勤労、マナガルム。
夫？案ずるでない。此こたびは我がウムラを支援する後輩たるシオンの息吹、我がマロースの陣を求め風爆せしめる。星神様を沈めねば、この空域全体が陽光から隔絶されかね。我が全魔力、ウムラに託そうぜ。ミストリアス、ありがとな。あとはオイラたちに任せてくれ。よし、絶対ルディアを助けるんだ。こいつを倒して追いかけるぞ。受けられるか。しかし、なんて速さだ。狙いをつけづらいったらどうぜ。奴の動きに集中しろ。あの角にやられたらひとたまりもねえぞ。どこ行きやがった。いや、高速で移動している。仕掛けてくる瞬間を見極めな。ところだろうか。まだあんなものを隠していたと。素早く飛び回り始めたぞ。数が多いな。この魔力を。これまでにない嵐を呼ぶつもりか。あの飛び道具が厄介だ。本体より先にあれを叩く。氷の鎧がなくなった分素早くなるぜ。視界から外れないよう注意しろ。数が多いな。そしてまとった押しつぶされればひとたまらない。マキ、どうしやこの飛行機何かに利用できぬだろうか。モンストを見てとか相手の動きをよく見て攻めようぜ。見せてあげる。この槍の力。
君に続こう。せめて奴らの道へ。きらめけプロミネンスフレア。お城に様の魔力に依頼の終わりは近い。前受けられるか。皆さん、聞こえますか？なんとか応急修理は済みました。船はもう飛べます。ベンディアの兄ちゃん、どうかしましたか？何かありましたか？ルリアが急いで船をつけます。しばしお待ちを。団長、なるほど、そんなことが。我がついておりながら情けない。いえ、まさか聖書じゃなかった、腰神様まで刺激してしまうとは。僕の見通しが甘かったようです。しかしドリアちゃんの様子がおかしかったというのはちょっと引っかかりますね。あのうつろな眼、魂だけ奥底に閉じ込められているようで、異質な首輪をつけておったが。首輪ですって？まさかローランドの何か知っているのか？ええ、以前小耳に挟んだのですが、もしかしたら教団で禁忌とされた道具かもと。禁忌？方針具、取り付けた相手の意志を封じ込め思い通りに動かすための魔道具です。あまりにも非人道的なため使用は禁じられていたはずですが。それがマジならよ、教団のやつら許せねえぞ。ふん、その首輪をぶっ壊しゃなんとかなるってもんでもねえのか。強引に破壊するのはまずいですね。ルリアちゃんの命に関わります。チッ、まあこの手のもんはそうだろうなとは思ってたが。解除方法はあるのかしら？魔道具に詳しい仲間が加藤シードホルムにいます。彼に会えば何かわかるかと。情報やザスバ一家か。おとなしく協力してくれるだろうか。心根は優しくいい人たちですから、きっと大丈夫です。うん、助かったぜローラン。あんたがいなけりゃ今頃途方に暮れてたとこだ。もっと頼ってくれてもいいんですよ。ベンディア・ローランに不可能はありません。はは、ちげえね。グランサイファーにしてもそうだ。まさか雪山で修理までできるとはな。船の方はあくまで応急です。シードホルムの港でちゃんと整備してもらわなければ。では皆さん急ぎましょう。僕が案内します。
何かに使えそう？ルリアも心配だが船も限界だ。次の町まで持ってくれよ。再会したルリアの瞳は無機質に光を失っていて、私の声にも反応はなかった。届かなかった。私たちのよく知るルリアはもうあそこにはいなかった。教団の企みはまだ多くが謎に包まれていて、全ては始まりに過ぎない予感がする。私たちはルリアを縛る方針具の情報を求め、押しつぶすような夜を開くように船を進める。やがて目的の島が朝日に包まれ姿を現す。その光が吉兆であることを私は祈るしかなかった。すんげー都会だな。ここがゼーガグランデ空域最大の都市、カト・シードホルムです。無事グランサイファーが修理できそうで助かったぜ。腕の立つ技師ですからご安心を。幸い致命的な損傷はなく、さほど時間はかからないそうです。またあんたを頼っちまって悪いな。ありがとうよ。ところでよ、ザスバ一家とやらの居場所について当てはあんのか？ねえ、もちろん。今はこの区画にいるはずです。情報屋というのは裏の顔で、普段の彼は酒場を経営しているんですよ。へえ、なんだか几帳面そうなやつなんだな。そう捉えますか。まあ人物像は会ってからのお楽しみということで、さあ行きましょう。まずは中央広場を目指しましょう。彼らのいる酒場は路地裏の奥だったけど。変わった形の船がいんな。文化が違うとこうも変わるもんか。他の外区に行けばもっと見れますよ。時間があればご案内したいものですが。ルリアを助けたら一緒に観光できたらいいな。ええその時のガイド役はこの便利アローランにお任せあれ。